電撃スパイ作戦。諜報機関ネメシスの隊員は任務の軌道敵に狙撃されチベット山中に墜落した。だが彼らは正体不明の人物に助けられ超能力を備えた人間として生まれ変わった。これは特殊能力を持つ3人の諜報員が国際間の危機に対決する物語である。これでもう一杯どう。いやーポーさん、寒さしのぎにはもう十分。これ以上飲んだら目がかすむ。今夜も仕事でね。ダン、また森へ行くのかい。なんて言ったってあんなにキジがやすやす捕まるところはめったにねえもん。バカだなダン、あんなことなった後だ。よした方がいいぞ。なに心配ご無用ポーさん、あの森での密漁は慣れてるからね。それにトルニックの屋敷がどんなに薄気味悪かろうと食うためだ。
スターリン、メンバーの一人である。リチャード・バレット、シャロン・マクレディと共にチベットの山中に遭難しており、この世のものとも思われぬ文明に接して当然ない命を取り留め、それと同時に肉体精神両面にわたって人間の常識をはるかに超える、いわば超人的能力を身につけるに至ったのである。この日クレインが銀行強盗を察知して未然に防ぐことができたのもこの能力の一つの表れであるが、ともあれクレインをはじめリチャード・シャロンの3人はこれら特殊能力を縦横に駆使し、国際諜報機関ネメシスのトップメンバーとして法のため、正義のため、そしてまた世界平和のため、日夜たゆまぬ努力を続けている。マクレディさんですな。ええ、30分前にお電話した。宿長にサインをお願いします。キングの部屋を取ってあります。キングの部屋？どのキング？チャールズ一世です。内乱の時キングが泊まった部屋でして、1647年6月15日に。休暇ですか？ええ、それを利用して建物を見に。古い建物を見るのが趣味なんです。この近くにはあんまりないでしょう。でも2カ所ばかりあります。マーロンの館でしょ、それにすぐこの近くにあるトレニックって、ご存知でしょ？ええ、知ってます。部屋はどこ？2階です。右のとっつき、ただいま。大丈夫、分かりますから。632ドルと56セントだ。何よそれ。今度の仕事にかかった諸経費さ。諸経費？そっちはいくら？3ポンド18ペンス。ダメだな、しょっちゅう言ってるのに。しょっちゅうって何をさ。安いよ君は。何がだよ。安いっていうの。安いのは分かったけど、それがどうしたんだよ。いつも俺だけが悪いこと。何、新しい背広一着だ。台無しだもの。修理に出せって言われるのがオチだぜ。冗談じゃない、見てくれよこれ。いいじゃない、新柄だと思えば。最近新柄。いらっしゃいませ。トレニックさんにお目にかかりたいんですが。いらっしゃいますかどうか。いるよいるよ。トレニックですが、あなたは？マクレディ、シャロン・マクレディです。すいません突然伺って。ねえ、ご用件は？立ち話もなんですから、とにかく中へどうぞ。ありがとう。席
っかくですがこの際ご遠慮いただくしかないですな。遠くからわざわざ来たのに。申し訳ありません。中をご案内したいのは山々なんですが、検査が済むまで一般に公開してはいけないことになってましてね。文化財保護委員会からの通達で。そんな事実は私ちっとも公表するまでもありませんから。諦めきれないわ。そのためわざわざ来たのに。検査の結果いいってことになればすぐにも公表されると思いますが。でもそこなんとか見せていただくわけには。残念ながら文化財保護委員会の決定には従わなくちゃ。それにこんなこと言っちゃなんですが、私のうちですから。そりゃ分かってます。またいらしたらあと一月もすればおそらく。それまでに休暇終わっちゃいます。残念ですな。ではせめて我が家自慢のシェリー酒を。文化財保護委員会からそんな指定はないんですね。やっぱりそう。どうもよくわかりました。ありがとう。もしもし、ジュネーブにはまだつながりません。バルバドス島のブリッジストンにいらっしゃるそうですから、そちらをつなぎします。少々お待ちください。もしもし。いや、シャロンか。クレイグ、お元気？おかげさまで。リチャードも。まあね、膨れっちゃらしてるけど、今は今度の仕事にかかった経費を書き出したんだけど。僕の方がはるかに額が多いもの。ところでね、なんだか変なのよ、この辺り。変？何がって言われると困るけど、なんとなく変なの。トレニックの屋敷っての行ったんだけど、冷たくあしらわれて。嫌なんだろう、屋敷を人に見せるのは。それだけじゃないわね。はっきり言えるわ。私もう一度行ってみようと思うの。これは俺の勘だけどさ、シャロンの言う通りだったかい。文化財保護委員会から何の通達もないのにそんな嘘を言ったり、高圧線を張り巡らしたり。それでもう一度行ってみるって言ってんの？シャロンはそう言うんだけど。あの子言い出したら聞かないからね。俺はもうシャロンのことだもん。それで行ってやった方がいいっていうご意見？そういうこと。ただし経費は出ませんよ。じゃあ、最近の新柄でも着て、私たちも参加しましょう。